アーティストの庭優太です。普段は、黒い何かっていうのをテーマに、ナマズやオオサンショウっていう、黒い大きな生き物が、災害とか疫病とか人がどうすることもできないこう力の象徴として描かれてきたっていう歴史に着目をしながら、炭や岩絵の具といった日本画材を用いながら制作をしています。今回はですね、実は2年前に、こちらのヤンバルアートフェスに参加させてもらっていたんですが、その際に、沖縄の、企業さんが、作品を、欲しいっていうふうに言ってくださって、でじゃあせっかくなのでその作る作品を今回のアートフェスに合わせて公開制作っていう形をしようっていうのが主な、今回のメインテーマになります。なのでそこの企業さんのモチーフであるユニコーンを中心に今回は一角獣、その角が一本ある生き物たちを集めた絵を、描こうと思っています。なので、今週末と、来週末の、期間にはここに滞在をして、日々制作を進めていこうっていうふうに思っています。毎回来るたびに思うんですが、やっぱこの小学校が海にこう突き出していて、なんかこうすごいただただ気持ちがいいというか、でご飯も美味しいし心が満たされるような場所です。はい、僕も今回初めて人前で描くっていうことをするのでちょっと緊張はしているんですが、普段なかなか見れないようなこう制作風景とかも見ていただけるのかなと思ってますので、そういう途中経過も含めて楽しんで見ていただけたらと思います。ぜひ来てください。